結局二世の冒険でお気に入りのリンを大勝利させたわけだが、未だに告白もできない女は勝利してないんだよな。よし、キープということにしておいてだな。ミスブルーさん、月姫世界の年代が変わったことでキープ発言が少年 H 計画進行中を意味する可能性出てきましたよね。式にしろミスブルーが敗北者じゃないですか。別にカプアンチとかいうわけではないんだが、リン相手だとしばらくの蜜月はあっても、お互い我が強くて譲れないものがあって恋愛脳になりきれなさそうだから、最終的には各々の信念のために別の道を歩んで別れそうな印象がある。アンチ以前に二人の関係性を誤解してるしな。何、ミミックと大阪の三年後メロメロリンは嘘だと申すか。紅茶か阻止してお互い連絡取り合う仲良しではあっても、おのおのの夢が違うし信念強いから、年食っても同居してラブラブは難しくないかと思った、蜜月はあっても、と書いただろ。シロウを真人間にして、思いっきりハッピーにするのが私の野望なんだから、リンの夢にシロウが含まれているのを忘れているね。セイバールートなら互いに別の道を行くもあるだろうが、リンルートはそうならないようにリンがついていく未来だし、冒険はまあわからんが、現状は恋人ですらないので。桜はどこで何してるんだろう冒険。リンシロウはさっさと子供作ればシロウがおとなしくなると思う。アニメ UBW の最後あれ絶対あの後エッチしましたよね。リンルートのリンは、素人と自分の幸せ魔術師としての目的になってそう、魔術も諦めはしないだろうけど優先順位が。いや両方成立させようとする、そしてやり遂げる女だぞ、うっかりしなければ。まあだから優先順位の問題くらいで、諦めはしないだろうなって。二世の冒険の三年後リンって、照れまくってる、ミミックと大阪の三年後リンと比べ素人に対する扱い全く違うし UBW ではないんだなと改めて思う。リンは規律具の素人への対応に怒ってたから、あなたのお父さんは魔術師である前にあなたの親であることを選んだのよ。って、そこら辺理解してるから桜のことでも時を見に思うところはないのだろう。いや桜がどんな扱いされてるかヘブンズフィールまで知らないけどさ、だからまあ大事な相手ができたからって魔術を投げるってことはしないだろう。もっと言えば家計のために得体の知れない相手より同じ魔術師と婚約するのが真っ当な道ではある。リンがエクスカリバー目撃してるから UBW を一部通っているとは言えるが好感度的にリンルートではない微妙な感じなやつ、ヘラクレス一殺してるのでフェイトも通る、やはり後書き通り独自ルート。昔から先生はリンとルビア推しだからな、キノコよりルビア愛は強い印象だが、だから冒険世界の時計塔でラブコメやってるぞ、ヒロインレースリンひいきしとくぞ、わらしい着地点だと思う。あなたのお願いなら何でも聞いてあげちゃうんだから、私のエミヤくん。ハートマークに至るまで公式のセリフなのがひどい。リンちゃんさんがマジでこうなるという事実。アニメ最終話ですでになりそう感はあった。ヒロイン3人のうち一番普段とイチャついてる時のギャップが大きい人。公式なの？フォローの時の、ミミックリンのセリフやね。なんなら実際にキス音もある。こんなになるとはなぁ。大人リンにこんなん言われたらそこから朝までコースに入るわ。才能あふれる子供を何人も産みそうなのがすごい。正義の味方ルートは大変なこともあるので、その分リンが溶けてバランスを取る。映像化してたの？スレ画像は UBW の時のやつ、フォローは音声ついてるから、砂糖の上から蜂蜜かけたような平行世界リンのセリフが味わえるぞ。あの後第三次成長期が来てがたいよくなるんだよなシロウ。ミミックリンちゃんが今でもマイフェイバリットリンちゃんな人も多いのでは？ボイスはついてないが、えへへキスしちゃった、もう強いと思う。高根の花の憧れの遠坂さんがエミヤと付き合ってこんなんなるとかクラスメイト脳破壊されそう。同窓会ではきっと身長180後半筋肉質イケメンの腕の中で甘える元ミスパーフェクトが見れるね。こんな美人がいずれ遠坂家の後継ぎをねだってくるだろうという。明らかに本編後から女性ホルモン出まくってるからな。成長後考えるとリンちゃんとシロウって最終的には釣り合ってるお似合いのカップルだよね。ロンドン編とかも考えると UBW ルートが一番スッキリするから好き。男の膝枕とかこいつら交尾したんだ。そりゃもうロンドン来たらやりまくりよ。ロンドン来る前からやってそう。シロウが大化けして機大の女たらしになるからリンちゃん苦労しそうだな。
トッキーもきっとあの世でにっこり。恋人の幸せを一心に願うヒロインです。普段は優等生だったり、ともすればヒーロー味あるのに、二人きりになるととろけてベッドの上だととろかを晒すヒロインいいよね。ミミックと大阪は今のリンと恋愛感で喧嘩するの笑った。ロンドンでルビアオと殴り合った後、ちゃっかりシロウの膝枕でゴロゴロして胸板に顔沈めてトントンするのを動画で見れる。ミミックと大阪は分かった上で過去のリンをからかってるのか、過去にあったことを忘れてるのか、あのリンとは別の平行世界のリンなのか、当時のことを覚えてる上でからかいつつエールを送ってるんだとエモい。シロウの見解だとお互い気づいてなかったっぽいが、そういう解釈もあるのか。なるほど。途中からは未来と大阪の方は察してたっぽい気もしないではない。UBW のエンディングはグッド、ブルーともに未来が明るくて安心できる。アニメ UBW 最終話は満点回答でしたね。三人娘にこの状態のリンを見せてコメントを聞きたい。エミやシロウがステイナイト後に成長するのは、間違った修行をやめたからだし、第三次成長期という呼び方でいいのか？とはいつも思う。UFO 版のシロウ、設定はともかく外見は遠坂と釣り合いが取れるレベルの美形だよな。一応童顔は気にしてるらしい。それよりやべえのは、そのシロウ、同じぐらい遠坂に甘ったれてるらしく。姉さんはいいですよね。そうやってためらいなく先輩に言えるんですから。桜さん怖いっす。実際あの世界線桜と凛で城を争奪戦繰り広げて相関ある、なんか UBW じゃないホロールート語みたいな。桜は基本的に諦めてるから戦うことはないっす。いや、ホローで戦ってたじゃん。そりゃ UBW のルートだったりすると戦わんかもしれんけど、シロウが厳密に誰のものって決まってない状態だと桜も強気に出るけどな。ホローの桜はあれヘブンズフィール後の桜に近くなってるから考慮しない方がいいぞ。ヘブンズフィールみたいにワンチャンあるんじゃって思わない限り桜は戦う気にもならない。公式曰く、桜は本来はシロウの近くにセイバーとかリンみたいな立派な女性が現れた時点で諦めて身を引くらしいぞ。そうでないのはヘブンズフィールか、それとほぼ同じ世界線を通ったルートの、いろいろなことが解決して、やっと少しだけ自信を持てるようになれた、桜だけ。アポクリファ桜、ボソ。桜の基本って、私なんか先輩にふさわしくない、じゃないの？特に相手いなくてもじゃ、自分から行動するかって言うとそうとは言い切れない。奥手な娘ってこと忘れてない？桜はそんなこと言わないんじゃないかな。本当にそんなこと言ってたら、うざいって嫌われても仕方ない。冒険だと二人で時計塔に留学に来てるけど付き合ってなく、ルビアと取り合いになってる状況で、さっさと恋人だと認めろ状態になってて笑った。このリンちゃんさんならエミヤにはなりそうにないですね。師匠にそこまで好かれるシロウくんは過方者だと思います。強く生きてください。これが大人のキスよ。シロウ、よし、じゃあ下で舐めて、丸出しして、裸に向くわ。一応リンが大好きホールドしなければ外に出す気はあったから。子供は何人？ 2?3? とりあえず一人は仙台に習って的受けに出す？それとも桜ごと遠ざか家に入れて的受け吸収しちゃう？いや、ゼロという同人はともかくホロウ読んでたらその疑問でないだろ。シンジがはっきり回答出してるじゃん。シロウとリンの子供の数をシンジが答える。あと桜ごと引き入れるのは冗談です。やるなら普通に姉妹と義兄という関係で落ち着くだろうし、桜が背徳愛に目覚めないかは知らない。あの後第三次成長期が来てが体良くなるんだよな。魔術の鍛錬方法を改めたら伸びたらしい。デレデレリンを見るに、桜と姉妹なんだなぁ、って思う。相手への執着という点で。あなたのお願いなら何でも聞いてあげちゃうんだから、私のエミヤくん。この状態の元ミスパーフェクトさんがシロウと一緒に同窓会に出たりするとこを想像するだけで来るものがある。一斉が思考停止して早めに帰るのが見える。三つ釣りは驚きつつもこうまで変わるんだうくらいは言いそう。グッドエンドでのセイバーの胸中やいかに。微笑ましいな、私の新旧マスター、とか思ってるのだろうか。皆さんは、遠坂凛がエミヤシロウを、他の誰よりも、問答無用で、幸せにしてあげる、って豪語する世界、についてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。またチャンネル登録と高評価もお願いします。